できないよ。山ちゃん、本当ありがとう。今日も楽しかった。ありがとう。何でしょう。時をかける少女。時は空く。時は空く。時は空いて、どこに行く？あ、時は空ける少女。腹が遠かいね。うん。機械だとかね、あのウルトラマンとかの仮面ライダーとか、楽しかったっけ？楽しかった？久しぶりにね。俺たちもうバカらしいことばっかりだけど、ごめんね。低俗のやつだ。この頃、それに慣れました。ごめんなさい。まっすぐかどっちかわかんないよ。超えました。でもね、俺たちやっぱ一緒にいるの楽しいよ。うん、本当に。俺は楽しいよ。ありがとうございます。小野さんがまあまあレベル低すぎて、こいつたちもんならもう、しょうがないけどね。来週はちゃんとしたミュージシャンが来るから。来週はちゃんとしたミュージシャンがおるから。藤井健二さん。何度か聞きましたよ。うん。あなたは私のもとから。なんで鼻声に鼻ビダコを。いやいや、社長はこんな感じですよ。うん。で、そら、そうですよ。ありがとうございます。うん。息子みたいなもんや。いやいや、だから言ってんね。母親として厳しく。ここで。ビダコンや。もう先見知やから。お母さんごめんなさい。あれはね、さっきのちょっと山里さんのモノマネをしたんで、はい、大丈夫です。大丈夫です。4歳でぐらいでお願いします。ありがとうございます。おさんでもさ、化粧濃いやん。なんかいいことあったの最近。何にもない。そうなん、なんかすごい悲しみを秘めてるから。は？あ、言われることは別に言わんでもいいよ。みんないろいろあるけどね。いやいや。楽しいことも言われることもある。何もない。私もう何もない。何もないよ。何もないこと俺たちどうするなんか、あんまり役立てないみたいな感じ。いや、もう苦しまないで死ねたらいいなと思うだけ。いいけど、あんまり何もないじゃ俺たち役立てないみたいな。いやいや、おかげさまで、ほんと。全然違う世界に、なんか。うん、博多から飛び込んできたような感じです、うん、よかった、うん、よかった、うん、ありがとう、うん、最高によかった。未来も生存。
最高。ハーフナイですよね。ふうさんのおー、乾杯。乾杯、乾杯。ママさん、乾杯。ありがとうございます。もう毎月丁寧にこれやるから。ちょっとね。今ね、俺も今やる。